はい、こんにちは、川村海斗です。今時刻は5時ぐらいなんですけども、これから準備をして鵠沼でサーフセッションをやっていこうと思います。今日はちょっと波がありそうなので、ちょっとショートボードでやっていこうかなと思います。でもちょうどあの後ろにニューボードのデッドクークスのね、オレンジのボードヘルキャット乗らせてもらったんですけども、その隣の板で今日はやっていこうかなっていうふうに思ってます。鵠沼ショート編あんま多くないんで、最後まで見ていただけると嬉しいなというふうに思います。では準備して行っていきたいと思います。はい、というわけでまたまたサーフショップにやってきました。今日はねショートボード祭りということで、今日シャープアイちょっと使ってセッションやっていこうかなっていうふうに思ってます。一応2本持ってきたんで、1本ニューボードあるんで、後ほどビーチで紹介していきたいと思います。ではちょうどです。はい、ビーチにやってきました。今日はスキッパー前でやっていこうと思います。まあ最近よく入ってるんですけど、なんとかできるんで、地形はまあすげえいいわけじゃないんですけど、とにかく波があるときに鵠沼はやんないといけないんで、今日はやっていこうと思います。そしてニューボードゲットしまして、じゃん、今回も馬の絵を描いてもらいました。この馬はですね、ドーデュースといって、1年に1回3歳の馬の頂点を決める試合があるんですけど、それで見事勝った、今3歳最強馬の馬です。ダービーという試合を勝ったんですけど、多分あの競馬見てる人は知ってると思います。僕もちょこちょこ見てるんですけど、馬の絵を描くのが得意な方にも描いてもらいました。これでいきたいと思います。で、馬の話してたんですけど、ボードのサイズは510、18.5、厚みが 2.25 で、リッターが 24.8 リッターですね。僕は25リッターぐらいが本当にいいんですけど、ちょっとリッター小さめでできてきていて、でこれモデル初めて乗るんですけど、インフェルノ72というモデル乗りで今日はやっていきたいと思います。これ初テストなんで、ちょっとどうなっていくのか楽しみです。そしてシャープアイのフィンもゲットしたので、今日はシャープアイのフィンのミディアムを使ってやっていこうと思います。そしてカメラマンはルイ君ということで、よろしくお願いします。お願いします。はい、ルイ君おはようございます。おはようございます。今日どうすかね。今日はちょっとたるめというか、たるめパワーがなさそうなんですけど、サイズはまあ腰腹ぐらいはあるか。そうですね、腹はセットありそうなんで、鵠沼にしてはいいコンディションかなと思うので。わかりました。はい、撮影じゃあちょっとよろしくお願いします。はい、お願いします。さあ、海佐くん、1ラウンド目これから入水していきます。かなり今日のコンディションはね、面はクリーンなんですけど、ちょっとサイズが思ったよりも上がらなかったかなっていう感じで、ドセットで胸あるかないかぐらいのコンディションですね。でもまあ鵠沼にしてはかなりいい方なので、海佐君はニューボードのシャープアイで決めてくれると思います。今海佐くん3本ぐらい乗ったんですけど、波が思ったより張ってこなくて難しそうですね。意外に張ってるように見えて波の押しが弱いので、鵠沼はかなりショートボードだとこう合わせるのが難しいコンディションです。平日なんですけど、かなり人は増えてきています。さすが湘南ですね。セットが入ってきたか、海佐くん乗りそうです。前乗りされてしまいました。まあ、これは鵠沼あるあるですね。これはしょうがないです。もうかなりね、この人の量だとやっぱりもう1本の波にね、もう本当何人も乗ってしまうので、ちょっとね、前乗り本当は
良くないんですけど、くげ沼はありがちなことなので、もうそこで気にしててもしょうがないということで、海太くんはすぐにプルアウトして次の波を探しています。海作珍しく結構やられてます。今日はね、もう土平日の朝ですけど、人がかなり多いので、ちょっと海作もこの混雑具合に苦戦しているようです。さあ、これは乗れるか。パドルが速いです。あー、しかしプルアウト。なかなかね、波のポテンシャルがなく、うまく乗れてません。珍しいですね、まあ、かなり波が難しいんだと思います。おー、2発決めてきました。ようやくね、少しポテンシャルのある波をつかめて決められましたね。かなり今日は珍しく海作も苦戦しているように見えるので、かなりね、この混雑具合と波のね、硬質があまり良くないので、ニューボードのテストには少し難しいのかなと思います。さあ、セットを見つけたか。沖に漕ぎ出しています。セットいい波かと思いましたが、一発でしたね。かなり波が合わせるの難しそうです。さあ、海作1ラウンド目、この1本でね、上がってきました。かなりニューボードのテストには向いてなさそうな波でしたね。ではどんな感じのフィーリングだったか見ていきたいと思います。お疲れ様です。お疲れ様です。初テスト、どうです？今日わかんないです。人もやばいし、やばすぎて、波もちょっと波が思ったよりダウンっていうか、ちょっとなんだろうな、こうぺちゃんこになっちゃってて、はいはい、普通のショートだと本当だと乗れないんですけど、でも板めちゃくちゃ速い気がする。なんか滑り出しがすごい速くて、もうとろくてもテイクオフできちゃうし、頑張ってこうトリミングしてると、こうまた波を張ってきたら、こう、はい、わーって加速したりとかもするんで、まあ結構良さげかな。なんかモデル初めて試したんですけど、なんか嫌な感じは全然なくて、むしろこの人の割には好印象だったかなって。なるほど。結構波がシャバいというか、なんかこう思ったより張ってこなさそうな波だなと思ってたんで。バックサイドどう？バックサイドも良さそうでしたけどね。 あの2発入れたやつとかも、まあ、波も他のよりは良かったと思うんですけど。そうだね、波がまだこう立ってて、はい、なんとか当てれる波あったんで。決めてきました。ちょっと次は場所変えなかった。もうちょっとずらしてやってみて。でもね、セットは乗れれば結構いいくらい、うまく波見つけて乗れればって、はい、めっちゃ混んでるんで。了解です。はい、お願いします。お願いします。さあ、海作2ラウンド目入水していきます。かなりね、さっきはちょっと人の多さに苦戦してたので、次はいい波を掴んで決めてくれるかなと思います。おさあ、海作2ラウンド目、まだいい波を掴めていません。かなりね、ニューボードの調子はフィーリングが良さそうって言ってたんですけど、ただそれをね、こう生かす波がなかなか来ないので、まあ、鵠沼は勝つ人もめちゃくちゃ多くて、今日もかなり混雑してね、にぎわっているので、その波をつかむのも
一苦労っていう感じです。さあ、カイサ君かなりね、今ポイントを移動して右にずれています。まあ少しね、左の方で待っていたんですけど、波をつかめないのか、かなり右へとずれていきました。まあ、右の方がね、若干人が少なくなっているので、波が来たら波をつかみやすいのかなと思います。ただね、こっちの方がいい波来るかはちょっとまだわからないんですけど、まあ、これはカイサ君の勘ですね。勘を頼りにこっちに来ました。なかなか波が張ってこないですね。さあ、カイサ君かなり波を待っているんですけど、全然入ってきません。ちょっとね、いいの掴めてないので、このラウンドは1本でもいいの掴んでほしいですね。かなりね、右寄りで待ってるんですけど、こっちの方が波が少し厚ぼったいというか、さっきの方がまだ左のポジションの方がショートには乗りやすいのかなと思いますね。まあでも来たらこっちもいいのかもしれないんで、もう少しの待っていい波掴んでほしいです。さあ、この波も乗れません。ここでね、波が消えてしまうんですよね。なかなかショートには辛いコンディションですね。さあ、沖に波を見つけたか、沖に漕いでいます。さあ、来たと思ったんですけど、見逃なかったですね。いや、ここまでカイサ君がいいのつかめないのも珍しいんじゃないでしょうか。お、波を見つけました。漕いでいます。乗りますね。あー、乗れない。なかなか乗れません。さあ、カイサ君かなりの間波に乗れていません。ちょっとね、この波のポジショニングがあまり良くないのかもしれないですね。ちょっと左の方が、さっきいた左の方のポジションが結構波数来てるんですけど、ちょっとね、今カイサ君のいるところは波が厚くて割れにくくてね、少しショートだと厳しいので、ロングとかならまだしもちょっとね、乗れてないですね。さあ、ようやく少しいい波つかめましたね。かなりボードは調子良さそうですね。今の波のポテンシャルはあまりなかったんですけど、かなりボードの上がりもこうドライブ感も良さそうです。カイサ君、左のね、ポジションに戻ってきて、ようやく波をつかめ出しましたね。今2本立て続けに少しね、形のある波乗れてたので、このまま決めてもらいたいです。わあ、決めました。さあ、カイサ君上がってきました。このラウンドはね、
かなり苦戦して時間がかかってしまいましたが、最後ねめちゃくちゃいいの乗って決めてきました。すいません超粘ったけど、いやーやっちゃったっすね。いや珍しく海佐くんが全然乗れてなかったっすもんね。いやマジで、まあ、焦ってはなかったんだけど、はい、乗れたらめっちゃ調子いいの分かってたから。そうっすね、最後のやつとかはめっちゃ決めてたから、なんかボードが超走ってんのは分かったんですけど、うん、ただその生かす波が来てなかったです ね。ポジションもちょっと来てなかったけど、さらに違う、ね、狙いすぎちゃったねやっぱね欲がねちょっと出ちゃったね完全に。いや次はちょっとマインドちょっと変えてやるんで、はい、多分波は超乗るんで、はい、15本ぐらい乗る感じでいくんで。分かりました。板はでもすごいフィットしていい感じかも。良さそうですね、この波でもかなり走ってるんで。見た目はどう、ちょっとちっちゃく見える？いや特にサイズは問題なさそうですけどね。なんかでも逆に今日シャープアイのフィンもこの板に初テストだったから、はい、どうかなと思ったけど、キレもなんかありそうな、なんかこう切り返しもすごい早いし、はいはい、こう置いてかれそうな時もこうしっかり体重乗せるとバッて加速してくれるから、はい、めちゃくちゃいいと思う。なるほど。俺今度がこれでいこうかなって今思ってるぐらい。そのフィン良さそうです。これめっちゃいいですマジで流行らせます。とりあえず次ちょっと頑張って乗るんで、はい、最終ラウンドよろしくお願いします。お願いします。さあ海佐くんラストラウンド入水していきます。かなりね2ラウンド目で苦戦していたので、このラウンドは波に乗りまくって決めてもらいたいです。さあ1本目ね、もう入った瞬間にもうこの超インサイドの一発ね決めてきました。かなり力のない波でね、一発目のカービング決めてからのしっかりつないでフィニッシュまで詰め込んできました。かなりボードのフィーリング良さそうですね。この小波だとショートなかなか厳しいんですけど、かなり走ってますね。海佐くん今回のラウンドはね、先ほどの最初のねポジション、左のポジションを使ってサーフィンしています。やっぱりね右はこう波が厚ぼったくて、やっぱロングとかなら乗れるんですけど、やっぱショートだと波がなかなか引っかかんないという風に言ってたので、やはりこっちに戻ってきて正解だったのかなっていう感じです。かなりねこのまま決めて最後締めてほしいですね。決めました。ようやくいい3発入る波乗りました。あーちょっと早い。さあなかなかいいレフト来ないですね。今ちょっと沖がね波数が少ないんでミドルで
波待ちしてるんですけど、なかなかいいのが入ってこなくて、まあ、1本ねレフト3発ぐらい決めてたんですけど、今のはちょっと早くて波に捕まってしまいました。おお、めちゃくちゃ小波で決めてます。かなりボードはドライブして走ってますね。ニータ走ってます。最終ラウンド上がってきました。お疲れ様でした。お疲れ様です。だいぶやっぱ3ラウンドやったんで、ね、そうですね、最後のとかも、はい、すごい性能をうまく引き出してこうやっぱすごいターン伸びてくんで、はいはい、このインフェルノってモデルは72ってモデルは小波ですごいこうクイックにも動かせるし、こうぐんぐんスピード加速できるんで、はい、まあ、クゲ沼みたいなしょぼい波も今日かなりパワーレスで、そうですね、走んないけど、でも最後のみたいな感じでこうぐんぐん加速できたりもして、膝ぐらいでも結構ロングライブできたりするんで、はい、まあ、ショートボードパフォーマンス系好きな方はめちゃくちゃおすすめかなって感じです。なるほど。お、熱っ。決めました。すごいかな、帰ろ、面白かった、欲しいよ、はい、や、めちゃくちゃ速い。おニータ走ってます。やっぱスワローの方がこういうしょぼいのがいいかもしれないですね。なるほど、そうですね。どうですか、ルイ君的に。でもなんか最後のそのラウンドは結構フロント多めで乗ってたじゃないですか。結構もうスピードがめちゃくちゃ速かったんで、ボードはめちゃくちゃドライブしてて速くて、キレもあって良さそうでしたね。じゃあフィンもバッチリですか。そうですね、見た目はめちゃくちゃ合ってそうですけど、どうですか。いや、やっぱ今日ぐらいだと初めて、まあ、今日の波初めて乗ったんですけど、はい、シャープアイの身かなりいいフィーリング感じれたんで、ちょっとこれで継続してやっていこうかなって。どの波でも合う感じですか。そうだね、前にでかい時やって、まあ、ちょっとどっちが先に出るか分かんないですけど、はい、頭オーバーぐらいの時やってたじゃないですか。はいはいはい、あん時で結構良かったんで。そうですね。で今日はまあ膝腰だったんですけど、まあ、それでも良かったんでバッチリかなって感じでした。はい、はい、ありがとうございます。本日はニューボード編ということで、このボーデュース、ダービーバボーデュースの書いてもらったニューボード、インフェルノ72でサーフしてきました。全部ニューで、デッキパッチも僕のお店で売ってるんですけど、これすごい調子よくて、ワックス塗んなかったんですけど、そんな滑んなくて調子よかったんで、まあ、これもぜひ僕もサポートしてもらってるブランド、シンジケートっていうブランドなんで、ニューボードゲットした方はゲットしてまたね、サイズが今度ある時にこれあえて持ってみて、小波用なんでどんぐらいサイズある波まで対応できるかちょっと試してみたりとかもしたいと思うんで、その時をぜひお楽しみにしてください。というわけで最後まで見てくれた方は、まあ、あのニューボードのね感想などコメントしていただけると嬉しいので、皆さんよろしくお願いします。ありがとうございました。はい、というわけでルイ君、はい、いや、すいません、結構苦戦して、いや、2ラウンド目結構珍しく超ズボってるなと思って、いや、1ラウンド目も相当ズボってたから最後だけやっぱこう、はい、波乗るサイクル作って、そうですね、3ラウンド目はもうなんか超最初入った瞬間あの超インサイドのやつから始まってやる気だと思ったんですよ、はい、結構乗ってたんで。そうっすよ、慣れも必要っす。いや、もう乗りまくるしかないっす、クゲノマは。間違いないです。次回ルイ君編あると思うんで、はい、皆さんぜひお楽しみにしてください。お願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。